正、真ん中の正より上の例えば F ぐらいから発音して反復者をこう何ていうのかな、接触させたまま途中息継ぎせずに下がってくるみたいな、双方で下の音をだんだん吹いていく。唇が答えてくれない、もうはばけちゃう、だからもう自分の吹き方からもう逸脱してるからだと思うんですよ。だからそういう時は自分のウォーミングアップ、自分の練習は自分の吹き方でやるっていうことをこう徹底していったらその大丈夫なので、で徐々にできる、そうすると嘘吹き方でも前よりマシで、ちょっと本当吹き方がちょっと混ざってるからちょっとコントロールしやすくなってきたり、こう使い分けてるのがよってきます。